第7装甲師団は国家人民軍地上軍が有した手団の一つである。ドイツ民主共和国では平衛人民警察という形での再軍備が始まった段階で将来的な装甲師団の設置を決定していた。また、ソ連邦からの要請があったこと、1955年にはドイツ連邦共和国が正規軍たるドイツ連邦軍を設置したことなどを受け、 本格的な走行手団の編成が始まったのである。1956年9月、ドレスデン・アルベルト・シュタットに駐屯していた、平人民警察ドレスデン機械化人民警察、機動隊を母隊として、国家人民軍第7装甲師団の編成が行われる。部隊の構成は、ソ連邦軍戦車師団の構成をもとにして、戦闘ヘリコプター部隊を廃止すると,とともに、 自動車化不評部隊を縮小したものであった。1968年、チェコスロバキア共産党のアレクサンデル・ドゥプチェク第一初期指導の下プラハの春として知られる民主化、自由化を進める動きが始まり、ワルシャワ条約機構の動揺を招いた。同年6月、ワルシャワ条約機構軍最高司令官、イワン・ヤクボフスキー元帥はチェコスロバキアへの軍事介入を決定し、 バルター・ウルブリヒト議長がこれに賛同したことで国家人民軍の参加も決定した。7月27日、ドナウ作戦なるチェコスロバキア北西部進行計画の発動に備え、第7装甲士団は第11自動車加速撃兵士団と共にボックスベルク近くの野飛天演習場に移動した。8月20日よりチェコスロバキア領内に移動してパレードに参加した後、 予備戦力として現地に駐留した。10月末までに全ての第7装甲師団所属部隊が任務を完了して撤退した。1990年10月2日、共和国の崩壊に伴い国家人民軍の全戦力は解体された。第7装甲師団の装備及び人員の一部は連邦陸軍が設置した連邦軍等部司令部の指揮下に入った。 第7装甲師団の任務は、ドイツ民主共和国全土の防衛である。下級部隊 T-55 戦車第7、装甲師団では結成の段階で、当時の最新鋭車両である T-54 戦車が配備されていたが、1964年までは、旧式の T-34 戦車も運用されていた。1960年代を通しての主力車両は T-55 戦車で、 1980年代には T-72M や T-72M1 を主とする T-72 戦車の配備も進んだ。装甲兵員輸送車としては BTR-40、BTR-60、BTR-70、BMP-1 などを保有した。1990年の解散時には次の装備を保有していた。コッペンハゲン。 ウィルフリード大ランドストライトクラフトデアンバ、モーターバッチバーラグ、シュトットガルト2003、ISBN3 から613022974、S40AB ハンスフラマー、大インターベンションデア WP、トラパミン,ンデアチェカスレバー会。 www.traditionsverin.de.traditionsverinfernmeelte-slash-el-e-k-t-r-o-n-i-s-c-h-e-f クレラングルウフトバッフェ EV2009 年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年7月5日閲覧 デートイコールの日付が不正です。a b コペンハゲン、ウィルフリード S179 コペンハゲン、ウィルフリード S33。ありがとうございます。